皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年11月26日、15時58分、ジャパンカップ、関係者の皆様へのメッセージということで、本日、リバティアイランドについて、勝ちに行きました。今年、阪神タイガースの日本一だったりだとか、ボクシングの、4団体統一の試合、ボクシングの世界戦だったりだとか、メジャーリーグでは、ワールドシリーズまだ1回も優勝したことのないチームの優勝だったりだとか、矛盾する話ですけども、エンゼルスの、優勝、そういったものも含めて、あとヴィッセル神戸の優勝とか、いろんなものを多数同時、男子バレーボールとか、いろんな大会あったと思います。そういう中でね、競馬界、凱旋門賞の時はね、もう気がついたら終わっていたっていう形で、もう凱旋門賞の日だったのかっていうことで、特別取り組んでなかったんですね。で、今日はもう、正々堂々と、言っておきますけども、リバティアイランドで、勝ちに行こうと思いました。それは、その三冠の牝馬が誕生した時に川田ジョッキーが、涙を流されていて、もしかしたら僕絡みかもしれないですし、もしくは、関係者の人たちで何かあったのかもしれない。そういう部分もあってね、リバティアイランドで勝ちに行こうかと思って、相手は、先々見ました。イコノイノックスという馬の、プロ野球とかサッカーとかも、いろんなスポーツの競技に取り込んでいて、政治経済から為替相場とか、もう全部同時進行で行ってたから、本当に、自分の訴訟を含めて、もう全然、把握できるかって言ったら、もう当日になって、今までの戦績を見直してっていう形でしたね。だからもう、ものすごく強い馬なんだなっていうのは分かっていました。で、今日のレースですけども、頭の中も、比較的、かなり長い間の時間、渡せていたと思います。で、スタートも良かったし、リバティアイランド自体。相手がちょっと、ちょっと別格っていうところですね、イクノイノックス。最後の方、流していて、タイムが2分21秒台。昔だったら2分22秒台が出たらもうすごい大歓声だったじゃないですか。それがもう最後の方流しながらで2分21秒台でしたから、そこでね、やっぱりこれ以前と、再びね、ジャパンカップ見た時に、あの時確かアーモンドアイが相手だったんじゃないですかね。で、その今日のレースも、リバティアイランドが途中こう結構前の方に自然と行こうとしたじゃないですか。あれそのままで実はいいんですよ、川田さん。そしたら多分最後のコーナー回った時にイクノイノックスと並んでたと思うんですね、それぐらいの位置取りで。でそこで最後どちらが最後の直線、どちらの力が上回っているかっていう勝負に持っていけたかもしれない。で、リバティアイランドが、1点、イクノイノックスと、勝負になる要素があるとすれば、4キロ、赤量は、重さがね、4キロ、軽い。54キロ対58キロ。この差は結構最後の直線である程度現れてくるんじゃないかなと思ってましたから、もちろん馬体のその仕上がりとかイコノイノックスの方はプラス6キロで、筋肉をしっかりつけてきてるような馬体でしたから、出来上がってるなと、そういうふうな感覚ですね。リバディアイランドの方が、その馬体重はちょっと減ってるところは少し気になりましたけども、もともとのね、状態とかどれぐらいなのかとか、その辺のところが、ちょっと詳しく私の方でもわからないので、これ継続してレース見てる人間じゃないとわからないじゃないですか。で、多分ね、別に川田さんを攻めるわけじゃないんですけども、最初の方にちょっと手綱引いて前に行こうとしてたのをストップかけたと思うんですけど、あれ僕も一瞬そう思ったんですよ。
ちょっと前に行き過ぎかなって、まあ、前から最初3番目か4番目ぐらいの位置取りつけてたと思うんですね、結構前の方で。で、うん、馬は自然とその勝負になるような動き方してくれてたんですよ。まあ、使ってた言葉のワードは人馬一体、まあもちろん、世界のルールは法律であって、まあ安全の、ジャパンカップのレースの安全なお祈りはしていますっていう内容と、いろんな要素はしっかりと埋めれてたんですよね。で、僕の感覚は、その根本的に近代レースのスピードと昔のレースのスピードの感覚でちょっと誤差があるのかもしれない。でそれも自然と変わったジョッキーが受け止めてちょっと手綱を引いたのかもしれないです。ちょっとまあ行き過ぎかなって多分変わったジョッキーも思ったと思うんですね。でまあその辺がね、まあまあ神がかり的な力のそのお互いつながってる状態のその阿吽の呼吸は2人とも合ってると思うんですよ。ただその近代のそのレースタイムに僕の方がね、感覚が合ってなかったのかもしれない。それとイクノイノックスという強豪馬を相手にどういうふうな競馬をしなきゃならなかったかっていうのが、まあレースが終わってからはっきりと分かったと。あの時馬は分かってたんですよ。だから馬の行きたいように行かせてあげたらよかったんだと思います。で、うん、まあ、僕の中でそのイクノイノックスの位置が見えてなかったっていうことですね。どれぐらいの位置にいるのかっていうところ。だからまあそのあたりでしょうね。その最後のコーナー回った時に必ずイクノイノックスより前に出てるか、最低でも並走してる状態を作らなかったら最後やっぱり追いつくのは厳しいと。まあむちゃくちゃなハイペースでイクノイノックスが先行していたらそれは最後が出ると思うんですけども、ただ そんな入れ込んでる状態じゃないし、イクノイノックスという馬自体は落ち着いてましたし、自然とそういう走り方ができてるじゃないですか。だからまあその辺のところがまあ強豪馬たるゆえんなんでしょうけども、だからまあ一つのまあ勉強になったというか、まあちょっと前のね、アーモンドアイを相手に、確かあの時、オーバーで三冠馬いませんでしたっけ。で、そちらの方で勝ちに行こうとしてたと思うんですよ。で、その時も2着で終わってしまったんですけども、まあアーモンドアイ自体はものすごく強いっていうのももちろんあるんですけどね。あそこを、ただもしかしたら、その今のね、そのレースのものすごい強豪馬との、そのレースで、その2分21秒台か、もしかしたら2分20秒台に、まあ、ジャパンカップだったら、2400メートル、最後の直線が、真っ平らであると、ね、スピードが出やすいと。で、そういう競馬場であれば、そういう、展開になるっていうことを、もしかしたら最初から僕自身が想定していなければなかったのかもしれない。そうすれば、まあ、川田ジョッキーも、その時、あの時は手綱ちょっと引きましたけど、もしかしたらその時、迷わなかったかもしれない。そのことが僕の頭の中よぎっていれば、僕の頭の中言ってるか、川田ジョッキーも同じこと考えるはずだから。だからもしかしたら、ただちょっとやっぱり自力ちょっと違いますよね、イクノイノックス。あ、もう今日の負けはしょうがないっちゃしょうがないと思いますよ。僕のまだ感覚だったらね、その昔の2分22秒台が出たすごかった時代、があるから、もう最後の直線もう手前の方で完全にもう手綱緩めて流してるじゃないですか。それで2分21秒台だから、ああもうこれはもう完全に物が違うわっていう状態でしたから、まあまあ負けてもこのままに負けてももうしょうがないかなっていう形ですね。まあまあ有馬記念、まあどうなるかっていうところですよね。まあ今日のレースで、まあ12月だったと思いますけども、大体12月1週目だったと思うんですけども、まあ香港の競馬にまあ対応しようかなとは思ってはいます。まあその日しっかりとね、
眠れていればっていう部分とかもあるんですけども、あまりにも極度の睡眠時間でね、例えば3時間しか寝てない状態とかだったら、もう僕自身がフラフラになってるから、僕が頭回ってなくてね、ボケてたら、それはそれでどうなるか分かんないから、頭の中とかは基本的に渡せていれば、プラスアルファになって、高い能力は発揮できるようにはなってるんですけども、まあ、まあ、12月の香港レースでね、まあ、日本馬の、馬が活躍できるように、まあ、今日の一つ、ジャパンカップへの取り組みで、まあ、強い馬を相手にして、まあ、今ランキングは世界1位らしいですね、イクノイノックスが。まあまあ、再び競馬を思い出すと言いましょうか、まあ、いいお勉強になった、もしくは、まあ、良い、試合勝負感っていうんですかね、その試合の、レース展開っていうのを、思い出させてもらった、レースでしたね。まあしょうがないですよ、イクノイノックス相手じゃ。まあこれはね、川田ジョッキーも本音ではもうそう思ってると思いますよ。まさかそこで負けて悔し涙はないんでしょう。イクノイノックスだったら2分20秒台出せるでしょうね、多分それもすんなりとだと思いますよ。結構普通に出すのが当たり前のレベルの馬だと思いますね。ちょっと普通じゃない風格はありますよね。まあ今何歳の馬だったかは、まあ、今日ちょっとジャパンカップのレース前の戦績を、まあ1番人気2番人気の馬だけ見させてもらったんですけども、まあその来年凱旋門賞挑戦するのかどうかっていうところですよね、イクノイノックスが。まあ以上です。皆さん本日、ジャパンカップ、お疲れ様でした。まあ一番良かったのは誰も怪我しなかったのと、どの馬も故障しなかった、まあ天の神様へのお祈り、まあそれがしっかりと聞いてるっていうところでしたね。まあ僕的なところで言いますと以上です。皆さん本日のジャパンカップお疲れ様でした。良いレースだったと思います。以上です。それと、ファンの皆さんへのメッセージですけども、まあ意図的にね、馬券が買える時間帯終わってから僕そのリバティアイランドで勝ちに行くと、まあテレビの放送チャンネルつけて、まあ観客席の皆様、解説席の皆さん、淡井圭介、リバティアイランドで勝ちに行きますと、まあ明言して伝えてるんですけど、まあ聞こえてる人と聞こえてない方いらっしゃると思いますけども、まあああいうふうに日本の馬でオッズがねこう偏っていて、まあもちろん牝馬三冠の馬ですから、もちろん能力ある、で片やイクノイノックス、僕だったらどう考えても馬連でその1点買いするでしょうね。買うとしたらですよ、まあなかなかもう馬券買うことまずないんですけども、もう20年ぐらい前からもう馬券買ってないんで、まあその辺のところを僕から言わせたらね、基本的に僕が強い時、本気で勝ち負けに取り組んでる時って硬いんですよ、レースの結果自体、オッズのついてるそのレースの結果自体が。で僕から言わせたらいや本当にそのいろんな余計なやましいこと考えるからね、なんか荒れる展開だとか、なんかこうオッズが生まれんで20倍とか30倍つくような内容とか、そういうのを、まあ、もちろん、もしこういう展開になったらとか、そういうことを考えてたとは思うんですけども、もう、あれだけ実力がはっきりとしてる馬が2頭出てきたら、それしかない買い方。普通、絶対そう。もしかして、僕が、スポーツの勝ち負けとか、
まあ、競馬とかの勝ち負けについてね、すごくもう何も分かってない人になって、ボッケーっとテレビで寝っ転がりながら、レース見てたら、それ荒れるかもしれませんよ。ない、ない。今の状態ないですから、それはもう、もう、それはもうこんだけもう、何年もずーっとスポーツの勝ち負けして、忘れること絶対ない。全力、もう リバティアイランドのみ、もう今日全力で、力渡していって、まあ、最初の方にね、聞いていただいた通りの、内容ですね。だからもしかしたら、ちゃんとレース展開とイクノイノックスという実力が分かっていたら、自然と、リバティアイランドが前に行こうとした時、あの時、僕も前行き過ぎかなって思わなかっただろうし、多分それでいいと思う。っていう形になってたと思いますし、それが川田騎手に伝わって頭を泣かしてるから、川田騎手もそのまま前に行かせて、一か八かで勝ちに行ってたか、じゃないかなと思います。そしたら、もしかしたら互角のレース展開になってた可能性がありますね。わからないですよ。どう見てもイクノイノックス、めちゃくちゃ強かったから、ちょっとね、ちょっと別格ですね。完全に、そんなに別格なんだったらずっと凱旋門賞言っといてくれたらよかったのまあただ今年も僕も阪神タイガースの日本一とかヴィッセル神戸の優勝とか、もう今年優勝しておけば当分そこ集中しなくていいから多すぎるんです、世界戦の数がね、ボクシングから何から何まで一試合の間、阪神タイガースの試合中にヴィッセル神戸の試合同時進行、本当に。しかもテレビの画面とか見てなんか、こんな変態じみた勝ち方できる人間なんかまずいませんから。まあもう今年両方とも日本一と総合優勝できて、まあヴィッセル神戸のはもうそれでほっと胸なで下ろしてますね。当分頑張らなくてはとか。まあ正直、まあ、阪神戦とか、まあある程度頑張るとは思いますよ。ある程度は頑張ると思いますけども、それよりもまあ他の、まあまだ優勝回数の少ないところとかね、そういうところが優勝するべきだっていうのがまあ僕の方針であって、そういったら何かの表紙で、何かいろんな諸事情込みでね、いや、まあ最下位の数は阪神タイガースが最多だから史上。わかんないですよ、来年どうなってるか。まだ維持になってこう。ただ、巨人が最下位、1950年か1回しかなったことないっていうのは、ものすごい不満があります。だから頭の中とか、あなたたち、搾取してませんでしたかって、それ分かってるから、知ってるからっていうところであるから、民間のテレビ局で一番最初にできたのが、日本テレビ放送網株式会社、読売新聞。絶対撮ってたでしょって。もうバレてるんだから。ことで大金稼がれたらもうスタジアムや日本のプロ野球界ももうね、みんなの税金ね混ざりで球場出来上がってるんですから、地方交付税法とかあるから地方に回ってくるお金の量は限られてるんですね。法の下に平等で優勝回数揃えなかったら足並み揃わないでしょそんな一つの球団だ。日本一9年連続。そんな鬼のようなことしといて、まだ最下位1回しか経験したことないのって。それはそれで話全然違うから、格好悪いから。その後責任持って自分たちがちゃんと頭なんか貸しますって貸して、ね。その代わり試合に自分たちから発揮できなくて、ほんと悔しい思いして、それで最下位経験して、ものすごい悔しい思いを経験して、あ、これが最下位を経験してきた球団の人たちの、気持ちだったんだなっていうことを理解してもらわなきゃなんない。だそれできたら男なんですよ。大人なんですよ。それ経験しなかったら、本当に自分が実際経験しなかったら、本当にそういう目に遭ってる人たちのその涙とかの意味がわからないんですよ。いろんなことに。これは奴隷制度なんじゃないかだとか、そういうようなものすごい不満っていうことに、耳を傾けてあげれなくなるから、だから、楽天巨人最下位にならなきゃ、笑いながら言ってますから、きっとこれ僕本気で、
今、もう今のじゃだいぶ前から違うから、巨人行くイコール憧れの球団、違う違う、みんな地元の球団行っとけばいいって。勝ったら勝ったで、金にがめつい人間だったっていう話になるだけだから。本当に。いろんな意味でね、しっかりとした、ちゃんとした、年収とか分かったとしても、結局それはそれで成績である程度、年収、真の年収、表立っての年俸とは違う年収だったっていう正式なものだと、私はそっちの方だと思ってるんですけども、そうじゃなかったらどう考えても横領事件だから、総理がね、3割返納とか、大臣、副大臣2割返納、政務官が1割返納とかで、ね、安倍政権、安倍、晋三さんがね、日本で一番任期の長い総理で、年収2400万円だったんだから、それ以上。借金こさえてるの国の方なんだから。ないないない。そんな金額か、そんな収入自分の懐に入れとった。それはね、それはそれで計算したら、ね、半分以上は税金で持っていかれますよ。所得税で40何パーセント持っていかれて、それプラス住民税で、50%超えるでしょうから。だからそれは手元に残るのは半分以下には絶対になるんですよ。で、それプラス、本当にそのもらい方だったら、宿泊費用とか遠征費用、交通費と宿泊費用。あんだけ日本中、ペナントレースのことだけじゃないですよ。オフシーズンとかも、宮崎とか行ったりしてるでしょ？巨人とかだったら、まあ沖縄の方行ったりとか、まあ阪神だったら沖縄行ったり、高知行ったりとかしてるでしょ？その分の旅費全部かかってきますからね。いや、だからね、それでも多すぎるっていう話になるから。何だ、6億円って、何言ってんの？ヤクルトスワローズの球団って、言っときますけども、みんなの税金作って、で、その後、球団所有でスタジアム保有しないんですよ。ちゃんと、球団所有でスタジアム保有して、固定資産税払わないと。そんなことして、そんな一人で村上っていう選手いたでしょ？その前の年6億円っていう話で表立って出てますけども、本当にそんな金額もらってたら横領罪で捕まりますから、そうじゃなかったら今まで捕まってきた人たち一体何だったのっていうことになるから、本当に。まあね、全然違う話、話し始めて、まあ、競馬界の皆さん、ちょっと、まあ、あれかと思いますけども、まあ、とにもかくにも、まあ、けどこういう話も結構、正直、面白いでしょ。本当に。まあ、とにもかくにも、まあ、12月の、香港競馬は本気で、日本の馬勝ちに行きたいと思います。で、やっぱり基本的には日本馬出場するの1頭っていうのは望ましい。それはエネルギーの残存量問題から考えても、複数の馬っていう形で、1つの国の馬が乗り込むべきじゃない。それを増やしすぎると、馬の往来が増えすぎるでしょ。世界中で今や国際レースはこれだけたくさんあって、アメリカでもブリーダーズカップとかいろんなものがある。オーストラリアでもメルボルンカップとかいろんなものがある。で、サウジアラビアだとか、アラブ首長国連邦だとか、そういうところでものすごく大きなレース、ものすごい賞金、表立ってではものすごく大きな賞金額のレースがたくさんあると。グレード3まで賞金額が1億円、1着1億円っていうレースまで発表されてると。で、凱旋門賞とかもあると。で、もう香港競馬とかもあると。そんなに馬世界中飛び回られたら、石油の消費量すごすぎ、早く人類滅亡するから絶対ダメ。石油の採掘埋蔵量、もう残り54年分、ガス49年分ですよ。これ冗談で言ってるんじゃないですか。先々掘っていく量も含めてですよ。もうロシアも1万5000メートルまでそこ掘ってくれてる方。それなのに、もうテレビ局がとぼけ始めて、ロシアとウクライナのとんでもなく昔の戦争を、あれ、また映像加工までして、ややこしい話、だいぶ付け足して、違う違う。原油の価格の、価格はもうある程度上がっていかない。おかしい。そうじゃなかったらみんなの消費止められないから。
原因は価値あるんですよって、みんなで消費節約しなかったら人類早く滅ぶんですよって、2011年から2012年のデータで石油採掘可能埋蔵量59年分だったんです。で今54年分になったのは、3年ぐらい引き延ばしできたのは2011年ぐらいから比べて2022年までの間、まあ約10年間、先進諸国いろんな国で自然再生可能エネルギーで全電力の 10% ほど上乗せしてきたんです。自然再生可能エネルギーでも電力を生み出せるようになってるんです。だけども、それで石油の消費を3年先延ばしにできただけ。ただ、その54年分の埋蔵量を見たときに、コロナウイルスのあの渡航制限の前の時の消費量で見ると、100億キロリットル以上足らない。1キロリットル1000リットル。これが現実なんです。だからこういう部分を含めて日本の競馬界の人たちも、その一つのレースに出るのは日本の代表の一頭だけですよにしてほしい。その方が多分勝ちやすいと思う。こっちとしても理由ができるから。それで力も集めまくって。投入するときは投入しますから、いつまでたっても今まで金払ってこんかったスポーツ界の連中って、まあそういうものとかもあるから、他にもいろいろテレビ局とかね国だって競馬会自体が JRA 自体がね農林水産省の傘下なんですから、スポーツ庁とかもみんな頑張らんと。勝ちにいかんと、目移りしたらあかんって、もう出るん一頭だけにしとったらいい。そしたら、ね、じゃあ僕みたいに力を貸す担当の人間からしてみたら、複数の馬が出てこられたら、どの馬に勝ちから貸したらいいんだと、なる。だからそこは、まあ戦績見て、戦績重視で、あとまあ、あんまり細かいこと言い始めたらね、だから今日のレース言っても、イグノイノックスが、まあ、プラス、6キロぐらいでしたっけ、まあ、8キロだったかもしれませんけども、まあ大体それぐらいで、リバティアイランドが、まあ、馬体重マイナス4キロか6キロか、まあ大体それぐらい、だから筋肉のつきのつき具合がとか、まあ細かいこと言い始めたらキリなくなるんですけども、じゃあ昨日この馬ちゃんと、ね、眠れてましたかとか、そういう話になるから、本当に本当に睡眠不足とそうじゃなかったら全然違うから、自分で走ってみたら分かるから、前の日睡眠時間3時間1キロぐらい走ってみたら分かる、めっちゃきついから、まあまあそういうわけで、まあ、とにもかくにも、まあ、笑い話はここまでで、来月12月、基本的に香港競馬、まあ、いろいろ忙しすぎて忘れていない限り、取り組むつもりです。テレビで放送ありましたっけ？ないですよね、基本的に香港競馬。します？今から記録よ、フジテレビとかね。正直、テレビの画面で生放送の画面があった方が、スポーツの勝ち負けはそこに集中しやすい。どこに頭なんか横取りされてるかわからん時ありましたから、本当に今までもうちゃんと本当に後で分かった方、この間ヴィッセル神戸、今年優勝を目指すって公言してたでしょ。でずっと横浜 F マリノスが、まあ最初の頃横浜 F マリノスが1位でしたっけ。何かおかしいなってずっとこれだけの点数の根拠とか頭の中とか貸してるのに何かおかしいなって、ヴィッセル神戸の方が絶対1位のはずなのになって分かった。横浜 F マリノスが横取りしてたの本当に。だからこの間のそのちょっと前の試合引き分けになってましたけども、もうゴール入れささんようにしましたから、あいつらこんなに何年かも頭の中取ってたのって、人の頭横取りしてたのって、もうバレたわ。もう J リーグの今までの戦績とかもうバレてるから、神奈川県のチームばっかり優勝した。淡井圭介の頭の横と中横取りして、阪神タイガースの試合中もこいつら横取りしとったんちゃうかっていうことでもう明確になってるから、これは法律名とかをね、きちっと出してきたときに、コロウイルの件でね、ホームページ淡井圭介の履歴の1番、以前の分遡って見てもらったら分かりますから、生物兵器の条例5つぐらい出してきて、点数の入り方で分かるから、4点向こうにいっとるやないかっていうことね。本当、今までこ
んなに悪いことしてて淡井圭介に1円もお金払わない、そんな甘い話あるわけないでしょ。今からどうなるか分かってるの方本当に以上です。まあこれ話し始めるとね、話終わらなくなっちゃうんでね、ホームページ淡井圭介の履歴とか淡井圭介の履歴の YouTube 一覧表っていう欄があるので、そこでね、スポーツ界へのメッセージで送っ言ってる内容とか聞いてもらったり、阪神タイガースへのメッセージとかでね、まあ喋ってる内容とか記載してる文章とか、まあ暇な時でもね、読んでもらったら、あ、こういう風になってるのかとか、まあそういうことが分かります。で、今年淡井圭介の、ものすごい、達成、台風の数、今年今のところ世界中でですよ。あれ、毎年台風何号って表記されますけれども、あれ世界中で発生した台風の数なんですよ。今年今のところまだ16個。台風が多い時はもう30何個とか30後半、30、まあさすがに40はまずなかなかなかったと思いますけども、大体、毎年台風、まあまあ25ぐらいですね。で、それ以下より抑え込めたらまあすごい方なんですが、今年16世界中が驚いてる方まあね、まあこれがね、防災特化型の、まあ、人間の真骨頂といいますかね、誰が世界中に本当に大きく貢献したかという話されたら世界中どこも頭上がらなくなるから、本当に本当にまあそういう部分も含めてっていうのはありますんでね、まあそういうふうなところもいろいろ見ていただけたらなと思います。まあそれはね、ホームページは淡井圭介の歴の95.5 番ぐらい、そのあたり に台風についてとか天気についてのことを記載していたり、もう実際動画で撮影してますから、一瞬で周り見渡す限りこう雲がかかってる状態を一瞬で晴れにとかする方法を知ってますから、まあ多少テレビ使わなきゃならなかったりするんですけど、電波とか。まあ放送法でね、防災等に関しては、しっかりと放送しなきゃならない、防災について、対応しなければならないということになってるんでね、ルール、法律ですから、間違ってないということになるんですよ。台風のね、発生してる数16個、すごいっていうことになるんですよ。以上です。長い間皆さんご清聴ありがとうございました。いろいろ面白いと思うんですよ。本当のことはいろいろ分かってきたら、神がかり的な力とか、まあ、為替相場とか原油価格とかも、世界中の方たちいろいろ淡井圭介の言ってる言動とか、実際押さえてる証拠の映像とかで、まあ、株価とかもいろいろ動いています。で、ただ今の株価は全然正常じゃないですから。海外の人たちが、海外の投資家が勘違いしてるんです。円安だから。ちょっと前が1ドル、105円から110円ぐらいだったじゃないですか。で、1ドル150円になったから、今が買い時だって思って、勘違いして買ってるだけだから。日経平均株価なんか今妥当な2万8000ぐらい。全然今そんな根拠ないから。もう、バブル崩壊する時のパターンと同じ、リーマンショックとかの時と。どうせ途中で、こんな数字デタラメだったっていうことになりますから、アメリカの株価の上がり方も、あれ異常。本当の人口統計全然違いますから、それはホームページ淡井圭介の履歴の51番を見てもらったら分かります。一時停止をしてもらって。本当の人口、日本人、今住んでる人、日本国内に1億人いませんから。これは本当の話。家の件数数えてるか分かるの。いろんなところで。兵庫県のいろんなところで。いろんな市で。全然政府の発表してる人口と違うから。いや、それはね、51番見てもらったら分かります。からくりがあるんですよ。例えば、二重国籍の人は日本人とアメリカの国籍を取得している人、例えばメジャーリーグの人とかね。じゃあ、日本人で1人で、アメリカ人でも1人になるんですよ、人口統計が。人間は1人しか存在してないんですよ。じゃあ、三重国籍の人は1人しかいないのに3人っていうことになるんですよ。世界中の人口統計が完全に狂ってるんです。だから商業原理的にそんなところに店出しても、よそのところが店、同じような店出してるから、どうせも過剰競争になってどちらかが倒産するからやめときなさいっていう話なんですよ。
無理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 って2003年に個人情報保護関係が出来上がってから、人口極端に少子化、もう生まれてくる人はもうこうなっていってるから、無理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 、出店する人が経営分かってない人、全然そんな人たちが会社の役員とか社長でのさばってるから、本当にお給据えなきゃなんない。それで春山聖子人とか行き始めたらもう許さんから、本当にあんなもん。平成21年 あの判例六法とかで、ハルキューマッサージに効力なんか認めないっていうことになってますから。判例に背いたら即逮捕。2003年、春山聖子人1回解体されてるから、建物。本当に。判例に背いたっていうこと。ああ、判例が出て、判例に出て。で、その後、判例に背いてもう1回建ててるの。もうその話もいろんな YouTube で僕が喋ってる内容聞いたら分かりますか？それが全部本当のことですから。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。その辺のテレビ見れる絶対面白いですよ。